はい皆さんこんにちは AI ブチバニアトです、えー、本日はラングチェーンについて紹介していこうかと思います、えー、ラングチェーンって初めて聞きましたという人も多いんじゃないかなと思いますラングチェーンはチャット g p t などの大規模言語モデル単体ではできないような機能を追加したりとかより使いやすくするためのライブラリーとなっていますでそういった、えー、と言語モデルをもっと便利に使いたいなというふうに、えー、と思っている人は、えー、とぜひこの動画を見ていただければと思いますで現在のチャット g p t でできないこと 上げていくと例えばチャット GPT では、えっと、学習データが過去の決まった時点までというふうになってますので、えっと、最新の情報を踏まえて、えー、回答させることができませんでこちらは「日本の総理大臣は?」というふうに質問した例なんですけども、えっと、菅義偉というふうに答えていまして読み方もその総理大臣の名前も違うというところで、まあ、間違ってるというのが分かります。 でラングチェーンを使えばその外部のツールと連携させることができるので最新の情報を含めて回答させることができますでその他にもチャット GPT にはその長すぎる文章を入力させることができなかったりとかあとは自分が持っている PDF の、えっと、テキストの情報をもとに質問に答えさせたりとかそういったこともできませんとでラングチェーンを使えばこういったことが簡単にできるというライブラリになっています で本日はラングチェーンが何ができるかということを中心にまとめたのでそちらを紹介していこうと思いますそれでは早速やっていきましょうはいで最初に今回紹介する内容はこちらになっていますで一つ一つかなりボリュームが大きくて、えっと、使い方まで含めてえっと解説してしまうとちょっと動画が長くなりすぎてしまうので、えっと、今回はえっと各機能がどういったことができるかということを中心にして紹介していきたいと思います 次回以降の動画で実際に使ってみるというところをやっていきたいなというふうに思ってます。はい、最初にモデルズの紹介になります。えー、ラングチェーンでは様々な大規模言語モデルを統一したインターフェースで利用することができます。えー、例えば大規模言語モデルって言っても、まあ、オープン a i 以外にもですね、様々な企業や団体が開発しています。さらにオープン a i だけ考えたとしても GPT 3.5のターボだったりとか、 4.0だったりとか、あとはテキストダヴィンチであったりとか、様々なモデルが存在しています。で、この時に、各モデルに対して、どういう風にプロンプトを入れればいいかというのをいちいち調べて開発してると、まあ、結構めんどくさいかなっていうのが、えー、イメージできるかと思います。で、ラングチェーンを使用することで、統一されたインターフェースで、これらのモデルを使用することができるようになります。はい、例えば、OpenAI のモデルを使うには、API キーを設定すれば、このように簡単に使用することができます。 でここに使いたいモデルを指定していて今テキストダヴィンチ003という風にしていますでこれでモデルを定義していてテキストとして、えー、猫はなぜ外に出ないんですか短めに答えてくださいという風にするとちゃんと文章が生成されるという感じで,でここのモデルネームの引数の値を変えてあげれば簡単にモデルを変更して出力を生成させることができます、はい、次にプロンプトを作りやすくするプロンプトテンプレートという機能の紹介ですえプロンプトっていうのは 言語モデルに入力する文章のことを指しています。で、これは回答の質を決める大変重要な要素になっています。で、質の良い回答を生成させるには、より具体的な情報をプロンプトに入れる必要があるんですけれども、これを毎回手動で書いていくと、まあ、結構大変かなというふうに思います。で、このプロンプトテンプレートの機能を使うと、事前に用意したテンプレートに基づいてプロンプトを生成できるので、管理が非常に楽になります。 はい。で、こちらはテンプレートの例になります。例えば、これはユーザーから商品情報だけ入力してもらって、その商品情報から会社の名前を考えるといったことを言語モデルにしてもらいたいと思ったときに、このようにプロダクトっていう引数を設定してあげて、今、ColorfulSocks と、で、テンプレートがこの WhatisGoodNameForCompany.MakesProduct ということで、カッコでくくってあげています。こうすると、この引数で受け取ったプロダクトと、このテンプレートを合わせて、最終的なテンプレートが作成されると、そういった仕組みになっています。 で、入力変数はもちろん複数でも受け取ることができるので、より複雑なプロンプトもこちらで管理できるかなというふうに思います。で、他にも、フューショットのデータとして、例えば特定の単語の対義語を学習させたい場合は、こういった形で書くことができますということで、この単語に対してこの対義語を出しているという感じです。 で、そうすると出力としてはこの右側のような形になっていて、生成モデルがこのビッグに対して何かを予測してくれると、まあおそらくスモールを予測してくれるようなプロンプトを作成することができています。で、他にもこのフューショットで入れるデータですね。これ今2つ入れてるんですけども、えっと本当にこの2つがいいのかというのがまた議論があるかなと思います。で、候補がたくさんあるときに、それらをいい感じで選んでくれるような機能っていうのもありますということです。はい、続いてインデックスイズです。 これは大規模言語モデルがいろんな文章とやり取りできるようにファイルから文章を抽出したりとか文章そのものを管理するような機能になっています。まあ、例えばファイルとして PDF であったりとか PowerPoint とか CSV、HTML とかそういったいろんなファイルのタイプからこの文章だけを抽出して抽出した文章を使って検索とか 要約を行いたいな。まあそういった需要があるかなと思います。でその時に、このインデックスイを使うことで簡単に文章が抽出できて、で、ここから検索とか要約をしたいなっていうふうに思った時に、簡単にそれが実現できると、えー、そういった機能になっています。 例えば手元に何かしらの長い PDF ファイルがあったとして、この PDF ファイルからなんか検索したいなっていうふうに思ったとします。で、この時のステップを分解していくと、まず最初にこの PDF ファイルから文章を抽出しますと。で、抽出した文章は長いので、えっと、パラグラフごとに、まあ、例えばですね、分割してあげます。で、分割した後に、このパラグラフごとに、ベクトル化といって、各パラグラフごとを数字の配列で、えー、表す必要があります。で、この数字の配列を保持しておくことで、 新しい検索文が来たときに、このベクトル化したものと最も近いパラグラフっていうのを参照していくと、そういった仕組みになっています。で、このインデックスイズを使えば、これらのベクトルを保持するものであったりとか、PDF から文章を抽出するといった機能があるので、こういったことが簡単にできるということになります。はい、例えばこれは公式ドキュメントにある例なんですけども、 最初にまず、えっ、ー、と、state of the union というテキストファイル、えー、結構長い文章が入ってるんですけども、これを読み込んでいます。で、その後に、えっ、ー、と、これをですね、先ほどあったように、キャラクターテクストスピリッターということで、えっ、ー、と、1000文字単位で、えっ、ー、と、分割をしています。で、その後、この OpenA の m b e d i n g s というもので、これは文章をベクトル化する、えっ、ー、と、機能を持ったものなんですけども、えっ、ー、と、これとこの文章を使って、各文章をベクトル化していると。で、その後に、What did the president say about? ケタンン・ンジ・ジブラウンジャックソンというえっに聞いていますとで大統領はケタンジ・ブラウン・ジャックソンについて何を言っていましたかという風にして検索するとそれに基づいて文章が検索されるというような仕組みになっています、はい、続いてチェインズという機能の紹介になりますこれはこれまで紹介してきた機能を連想的につなげてより高度なアプリケーションを作成するとそういった機能になっています で例えば、特定のプロンプトを作成して、言語モデルに入力しますと。で、その後に、この言語モデルから得られた出力を見て、またプロンプトを作成して、えっと、言語モデルに入れますと。で、そういった機能が欲しいなっていうふうに思ったときに、これを自分で実装しようとしたときに、結構複雑になって、ま面倒かなっていうのがイメージできるかなというふうに思います。 で、このチェインズの機能を使うことで、この下のようにですね、最初にまずプロンプト作成して、言語モデルに入力しますと。で、言語モデルから出力された結果は、次の言語モデルに入力しますというふうに、まあ事前に決めてあげれば、えっと、これらがですね、一連の動作として、えっと、実行してくれると。そういった機能になっています。で、これは特定の商品の入力から、その 商品を作ってる会社の名前を生成させて、その会社の名前に対するキャッチコピーを生成させると、そういった一連の処理をチェインズを用いて実装した例になります、はいで。こちらが商品名から会社名を生成させる処理になっていまして、最初にまずテンプレートを用意してあげて、その後、モデルを定義していますと。はい、でその後に、その会社の名前から、その会社のキャッチフレーズを考えるというテンプレートをここに書いて、でそのモデルを指定してあげています。 はい。で、最後に、この最初に定義したものと、2番目に定義したものを組み合わせるということで、えっと、チェーンを定義しています。ここではシンプルシーケンシャルチェーンというもので、最初にチェーンを実行して、その後にチェーン2を実行しますというふうに定義しています。で、この状態でユーザーから例えば、えっと、カラフルソックスというプロダクトの変数を受け取りましたと。で、それに対して実行すると、この右側の出力が得られますと。 で、最初にまず会社名を考えますということで、Rainbow Feet Incorporated と。で、続いてその会社名からキャッチフレーズを考えるということで、Step into the Rainbow with Rainbow Feet ということで、最終的な出力もそのようになっていますと。で、これ今、バーボースを true というふうにしているので、この思考過程が出力されているんですけども、これを f a l s e にすると最終的な出力しか出さないようなこともできます。 で、これの何が便利なのかということなんですけども、まあ、例えば今後大規模言語モデルとしては、まあ、商品名を考えるなら、この A というモデルですと、で、キャッチフレーズを考えるなら B というモデルがいいですとか、そういったケースが出てくるかなというふうに思います。で、そういった場合に、ここの最初の定義の仕方を、ま、書いてあげるだけで、まあ、それらを組み合わせた、えっと、回答っていうのが得られるので、ま、このチェーンズを使うことで、えっと、より実装がシンプルになるというところが、ま、便利なところなのかなと、え、個人的には思います。 はい、最後にエージェンツというものの紹介です、えー、先ほど紹介したチェーンズでは事前にどの処理をどういった順番で実行していくかというものを定義してたんですけどもエージェンツではユーザーの入力から勝手にどの処理を実行するかを判定して処理を行ってくれるというものになっていますでさらにエージェンツでは Google 検索とかそういった外部の機能なども必要に応じて自動で使って回答を作成してくれます これは例えば冒頭話したような大規模言語モデルでは最新の情報を加味して回答を生成できませんという話だったんですけども例えば Google 検索とか使えば最新の情報が検索結果として返ってくるのでその情報をもとに言語モデルが回答を作成してくれるということになりますはいでこちらエージェントの実装の例なんですけども最初にまず使用する候補のツールを入力してあげます ここでは今 s a プ p AP API というものと l l m マスというツールを候補として使用してほしいというものを定義しています。で、この SARP API っていうのは、えっと、Google 検索とか Bing 検索とかそういった検索エンジンの結果を取得できる API のサービスになっています。こちらの l l m マスっていうのは、えっと、大規模言語モデルで数式とか計算式を処理するためのツールになっています。 で、このようにツールを指定したら、次に、そのエージェントを初期化するという処理をしています。で、ここでツールズということで、えー、と使用するツールの候補と、えー、モデルですね。あとはエージェントの振る舞いということで、えー、とゼロショットリアクト、えー、とディスクリプションというもので、これはリアクトという、えー、と論文で提案された、えー、とアルゴリズムで、この各ツールの説明文と、まあ、質問文を言語モデルに入れて、そのツールを使うことで、えー、と回答の質が上がるかっていうのを評価しながら、まあ、使用する候補を選定するようなエージェントの振る舞いになります。 でここで質問文は、まあ、現在の日本の総理大臣は誰ですかと、でその人の年齢の0.43乗はいくつになりますかというふうに、えっと、入力してみたいと思います。でこちら、冒頭紹介したように、チャット GPT 単体では、えっと、回答が難しかったという質問になります。 はい、で、回答はこういった形で返されますということで、えっと、バーボースを true にしているので、えっと、どういう思考過程で、えっと、回答が生成されているかも出力されています。で、これは、最初にまず、日本の総理大臣が誰かというものを知る必要がありますと。で、その後に、えっと、カリキュレーター計算機を使って、えっと、0.43乗をする必要がありますというふうに書いてます。で、えっと、アクションとしては、えっと、検索する必要があると。そうすると、Current Prime Minister of Japan っていうのは、 えっと、文雄岸田で、すよとでその後に、この文雄岸田の年齢を検索しますということで、65歳でしたと。で、この65歳の0.43乗を計算しますということで、このカリキュレーターを使いますと。そうすると、まあ大体6.019と。 いうふうに、えっと、回答が出てきましたと。で、そうなったので、今、えっと、最終的な答えが分かりましたということで、最終的には、えっと、文尾岸田、えっと、カレント、Prime m ー n i s t e r of Japan is 65 years old and the 0.43 power of his age is, ブラブラブラというふうに書いています。はい。で、このように、エージェントを使うことで、その外部の検索機能であったりとか、計算機能というのを使用して、正しい答えを出力させるということができています。はい。で、他にも、エージェントが使える、 ツールの候補ってのはいろいろとあります。 で、これら以外にも、自分でツールを独自に定義して使ってもらうというような使い方もできます。ということで、例えば、機械学習の予測結果をもとに、回答を生成してほしいなっていうときは、そういったものを定義してあげて、エージェントに使ってもらうと、そういった使い方ができるのかなというふうに思います。はい、以上で、ラングチェーンについての解説を終わりたいと思います。この動画が良かったなというふうに思う人は、高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。